ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな話を紹介するの？今回は、霊感の強い同級生の家にこっそり行ったら、とんでもないことになった話だ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、今まで紹介したすべての怖い話のリストも、概要欄にリンクを貼っていますので、よかったらご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、人脈だ。人脈？あまり聞かない言葉ね。ああ、人脈が何なのかは話の中で語られている。それでは聞いていただこう。ちょっと今から25年前の小学3年生だった頃の話を聞いてくれ。C村っていうところに住んでたんだけど、T ちゃんっていう同い年の女の子が引っ越してきたんだ。すごく明るくて元気いっぱいな女の子だった。んで、この T ちゃんは霊感が強いとかのレベルではないくらいに、霊力とも言うべきものを持ってたんだ。正直、ここまで書いただけで、近隣に住んでいた人なら、知ってる、っていうくらい、地元では有名な子だったよ。俺、同じクラスだったんだけど、小学3年生だと、そんな話、嘘って思うわけで、俺ももちろん信じてなかった。で、T ちゃんが、じゃあ見せてあげるよ。ってことになって、好奇心旺盛な男子が T ちゃんの後をついていった。その時、俺は怖くてついていけなかった。次の日、俺のクラスは大騒ぎ。T ちゃんは、一旦家に帰って、ポラロイドカメラを持ってきて、3枚の写真を撮ったそうだ。そのすべてに、思いっきり鮮明に霊が映っていた。今でもはっきり覚えている。1枚目、木の横でうなだれてる中年の男性。2枚目、顔がぐにゃぐにゃに見える甲冑姿の人。3枚目、叫んでいるような顔が画面いっぱいに映ってるやつ。さすがにこれを見せられては信じるしかない。この一件で男子からは大人気、女子からは怖がられる存在になってしまったんだ。もちろん男子の中にも、怖がって近寄らない奴も相当数いたけどね。でも、T ちゃんはそんなこと全く気にする様子もなく、本当に元気でよく笑う女の子だった。正直、俺も T ちゃんのことが好きになっていた。この T ちゃん、村外れの一軒家に住んでたんだけど、半径100メートルは、一軒も家が建ってないような場所で、だいぶ打ち解けた男子が、なんでこんな場所に家建てたの？って聞いたのよ。T ちゃんは、お母さんが、ここに住まないと悪いことが起こるからって、と答えた。どうやら T ちゃんのお母さんも、すごい力を持っているようだった。その頃、俺んち借家だったんだけど、家を建てる計画が出てて、土地を探してたのよ。で、小学生の俺は、T ちゃん家の近くに住みたい、とか思っちゃったわけで、村外れに空き地あるよ、とか母に助言して、T ちゃん家の近くに家を建てさせようとしたんだ。それで、母がその土地を調べてくれたんだけど、不思議なことに、T ちゃん家の周辺は、すべて県が保有する土地だったそうだ。で、県に問い合わせてみたら、あの土地を売る気はないと断られたそうだ。県の保有する土地に T ちゃん家のみ一軒、あの頃はダメなんだくらいにしか思わなかったが、今考えるとおかしな話だ。この一件を翌日 T ちゃんに話したら、笑いながら、それはそうだろうね。ダメだよ、あそこに住もうとか考えたら。って言われた。正直、聞くまでもなく何かしらあるんだろうとは思っていたけど、こんなことになるとは夢にも思わなかった。T ちゃんのことが好きな男子が、みんなで T ちゃん家に遊びに行きたいと申し出たのだ。T ちゃんは普段見せたことのないような顔で、危ないから絶対ダメ、と断った。しかし、どうしても行きたい男子は、勝手に T ちゃんに隠れて家に行っちゃおうということになり、学校帰りにみんなで向かったんだ。最初に驚いたのは、T ちゃん家を中心に、大きくトゲトゲのついた金網が張り巡らされ、T ちゃん家へ向かう道以外は、侵入経路が立たれていたことだ。T ちゃんに隠れて家に行くのが目的だった俺たちは、道以外の場所から入ろうということになり、金網をよじ登って、T ちゃん家の裏側に回り込むように向かった。地面は、土に小石がたくさん混ざったような感じで、草一本生えてなかったのが印象に残ってる。多分、ちょうど金網と T ちゃん家の真ん中くらいまで歩いた時、一緒に来た男子の一人が、悲鳴を上げながら走り出した。それに釣られるように、俺も含め全員その男子の後を追う。金網を傷だらけになりながら登って、学校まで逃げた。最初に逃げ出した男子にどうしたのか聞くと、黒い霧みたいなものが、俺たちを包み込もうとしてたらしい。結局、その霧を見たのは一人だけだったが、その男子は俺たちの中では一番頭が良く、嘘を言うような奴じゃなかった。まあ、それ以前に T ちゃんに危ないと言われていたので、疑う理由もないわけだが。次の日、学校で T ちゃんに話そうとしたんだけど、俺らが話す前にすごい剣幕で T ちゃんが怒り出した。何してるのよ、
初めて見る T ちゃんの怒り顔だった。その後、T ちゃんに言われるがまま、授業を受けず T ちゃん地方面に引っ張っていかれた。金網より200メートルくらい手前で立ち止まり、ここで待つように言われる。1時間半くらい待ったと思う。一人の女性が俺たちの前に来た。 T ちゃんのお母さんだ。俺たちを見るなり、本当にごめんなさいね。大丈夫だからね。と、正直、すごく不安になるようなことを言い出した。そのまま T ちゃんのお母さんと、T ちゃん家へと向かう。家の壁には、お札みたいな楕円形の紙がたくさん貼ってあった。家に入ると、白い衣装を着た T ちゃんが正座していた。T ちゃんのお母さんは家に着くなり、T ちゃんに向かって思いっきりビンタをして、あんた、何したかわかってるの？と怒声を上げた。T ちゃんは鼻血を出しながら、お母さんに、ごめんなさい。ごめんなさい。と泣きながら謝っている。私じゃなくてこの子たちに謝りなさい。と T ちゃんのお母さんが言って、俺たちに何度も T ちゃんが、ごめんね。ごめんね。と繰り返した。幼心ながら状況わからないし、悪いのは俺たちだし、大好きな T ちゃんが鼻血を出しながら謝ってるのに耐えきれず、みんな大声を出して泣いてしまった。T 母はどこかに電話を入れる。俺たちには聞こえない位置だったので、何を話しているのかまではわからない。その後、俺たち全員の家と学校へ電話を入れて、俺たち全員の母親と、兄弟のいる人は、その兄弟も呼ばれた。1時間ぐらいで全員が揃った。どうやら、県庁からも連絡が行ったことを後から知る。その後、もう1時間ぐらい経った頃、じいちゃんと同じような服を着た、20手前に見える女の人が到着する。その女の人が、俺たちを見るなり、だいぶ持っていかれてますね、急ぎましょう。と言った。もう、何がなんだかわからず、泣くしかなかった。俺の母親も泣いてるし、怖くて仕方なかったのを覚えてる。多分お祓いだったんだと思うけど、テレビで見るようなお祓いとは全く違っていた。一言も喋らないし、正座したまま目をつむって動かない。ただ、その間、俺は意識が朦朧として、耳の奥というか、頭の中心から、うなり声みたいな声が聞こえていた。やがて、そのうなり声がだんだんと大きくなっていき、最終的には聞こえなくなった。時間にして10分ぐらいだと思う。T 母に、とりあえずこれで大丈夫ですが、お母さんたちは残ってください。と言われ、俺たちは午後からの授業を受けに、T ちゃんと学校へ戻った。先生には事情が伝わっていたらしく、大変だったな、と慰められたのを覚えてる。その次の日から、T ちゃんは人が変わってしまったかのように、暗く無口になってしまった。俺たちが話しかけても無視され、笑顔を見ることは一切なかった。そして3ヶ月後、先生から転校したことを告げられる。俺たちは、自分が T ちゃんをあんな風にしてしまったと、ずっと後悔の日々だった。小学校3年生編は以上です。実はこれを書いた理由は、昨日、T ちゃんに25年ぶりに会ったから、俺の母と元 T ちゃん家に行ったんです。母の話だと、2011年の4月から5月の間に、もう一度集まるように言われていたそうです。そこでいろいろな謎が解けました。去年の秋だったと思う。母から電話があり、4月4日、実家に来いとのこと。いつかは会社に休みをもらうように言われた。詳細は全く聞かされなかった。4月4日、仕事終了後、2時間半かけて実家に帰宅。豪華な夕飯を出されたが、なぜ帰って来いと言ったのかは教えてくれなかった。4月5日、朝4時半に叩き起こされる。出かけるから着替えろとのこと。実は、帰宅した際に、駅で小学3年の時の友人と会っていたので、なんとなく予想はしていたが、確信に変わる。向かった先は、やはり T ちゃん家。しかし、現地に到着してびっくりした。金網だった場所は、高さ3メートル以上はあろうかという、ネズミ返しがついた塀になっており、その上には、トゲトゲのついた鉄線が張ってあった。刑務所の壁みたいな構造だ。嘘か本当か、高電圧注意の看板までついてる。ちなみにあの事件以来、この場所に近づくことは禁止されていた。禁止されてなくても、近づかなかっただろうけど。道沿いに歩くと、鉄でできた門があり、入り口にリクルートスーツの男性が立っていた。母が名前を名乗り、身分証明書を求められる。本人確認が終わると、鍵を開け、中にどうぞ。と案内された。俺の予想では、この塀の真ん中に T ちゃん家があるものだとばかり思っていたが、塀の中には全く何もない。例の土に、小石が混ざったような地面があるだけだった。そこに3人の女性が、記憶にある白い服を着て立っていた。〇〇くん？俺の名前が呼ばれる。一目見てわかった。T ちゃんだ。俺はどうしても謝りたくて、真っ先に T ちゃんに向かって、泣きながら土下座した。その後、10分もしないうちに、あの時のメンバーが揃い、
やはりみんな考えることは同じようで、真っ先に謝りに行っていた。土下座までしたのは俺だけだったけど、何より嬉しかったのは、Tちゃんが昔のように明るくいてくれたことだった。まず自己紹介がされた。三人の女性は、Tハハ、Tちゃん、25年前にお祓いをしてくれた女性の三人だった。三人とも世間でいう氏名ではなく、何かすごい長い名前、改名みたいな名前、で自己紹介してました。呼ばれた理由は、この土地の解放と、俺たちの守護霊の供養。どういうことかというと、この塀で囲まれた場所には、人脈と呼ばれる、土地に救う者がいました。自爆霊の上位版とでも言いましょうか、その場所に足を踏み入れた者に不幸というか、ぶっちゃけ死んだり、神隠しにあったりさせる、凶悪な奴らしいです。人脈を無に返すには、半年近く人脈専門のお祓い師を置かなければいけないそうです。今回は県からの依頼で、T 母がその役に選ばれたみたいです。実際に人脈が無に返るのは25年後。その間にまた犠牲者が出ると、そこからまた25年後になるそうです。本来であれば、人間の六感で無意識に近づかないようにするそうなんですが、意識してそこに行こうとする気持ちが強い場合、それを跳ねのけてしまうそうです。俺たちの場合は、多分全員 T ちゃんのことが好きだっただろうから、それで押しのけてしまったんだと思う。ただ、黒い霧を見たというのは幻覚だったみたいです。人脈は目を通して見ることができないそうなので、六感か守護霊による警笛と恐怖心から来るものだそう。ことの発端は、この頃土地開発が進んでいて、その場所にも住宅街ができる予定だった。最初は平らな土地ではなく、起伏の激しい森林だったそうだ。それを切り崩して、土地を鳴らしてできた場所だったんだけど、その作業中に行方不明者が二人出た。よく見ると、古墳のような人工的な出っ張りがあったんだけど、それも一緒に鳴らしてしまったみたいで、それを村の役人が聞いて、人脈の可能性を示唆、県が買い取りを決め、お祓いを始めたそうです。これが驚いたのですが、俺たちの守護霊というべきものは、俺たちの代わりに人脈に持っていかれたそうです。本来ならば、俺たちが消されていたところを、守護を代わりに捧げる形にしたのが、25年前のお祓いだったようです。まず、土地の解放。白い衣装の3人が地面に座り、足を広げ黙祷する。そうすると、表現しづらいんだけど、空気が変わるというか、人脈が消滅していくのが、なんとなくわかる。次に守護の供養。これは、前に見た星座で黙祷の状態。供養が終われば、自然と新しい守護が生まれるそうです。今まで守護霊なしでいたことが怖かった。これで全て終了ですが、最後にちょっと小言を。Tちゃんの態度が変わったのは、俺たちがTちゃんを好きでいたことがバレたからでした。同じことが起きないように、誰とも会話せず交流を絶ったそうです。正直、Tちゃんのこと好きなのバレたのが一番きつかった。恥ずかしすぎる。相手が自分のこと好きって分かったら、少し気まずいよね。でも、投稿主たちが勝手に入ったのが悪いのに、なぜTちゃんが怒られたんだろう？霊力などを見せて、みんなに興味を持たせたからかもな。ひょっとしたら、こういうことが起こらないように、母親から目立った行動をとって、仲のいい友達を作らないように言われていたのかもしれないな。そうかもね。でも、仕方がないとはいえ、小学生にそれはかわいそうよね。皆さんはどう思われましたか？コメントもらえると嬉しいぜ。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。